驚るけれど。お前バカか。俺だって乱闘は大好きだけどよ、逃げるのもギリギリだったんだぞ。ガモーラはどうする。あいつの勝手だ。置き去りにするのか、ニッキーは。もしグルートだったらどうすんだよ。私のグルート。うるせえ、そんなこと言うんじゃねえ。おいおい、俺たちはチームだろ。仲間を置き去りになんてしない。ああ、じゃあそのご立派で感動的なお話をロボットと信者の大群にもしてやれよ。ガモーラ、これは腕。どうやって戻った。関係ない、レイカは逃した。今はな、戻って助けないと。ニッキーを置いてはいけない。あいつが何をするか。ベラベラと。まあ、お前も義理の父ちゃんにひどい目に遭わされたもんな。ロケット。あ、事実だ。あのな、辛い過去があるのはお前だけじゃねえ。それでもみんなで命を無駄にすることはねえだろう。ぶっ飛んだ司祭がなんとびっくり、ぶっ飛んだことを追っ始めてるからってな。あそこに戻りゃ俺たちは死ぬんだ。ジエンドだよ。終わり。私のク、死ぬなら名誉を守って死ぬ。カリカリしすぎだろ。私はグルート。で、逃げ出さねえの。いや、まだだ。コスモに連絡できるかやってみよう。私はグルート。いい案だが、パスポートには応答ねえぞ。そうだけど、通信機は壊れたままだ。いや、実はそうでもねえ。もしかすっと思ってたほど壊れてねえかもしれねえ。マジか。グルートを頼む。よし。暗殺女、いつも以上にカリカリしてやがんな。おい、貨物室のものを切り刻むのはやめろよ。当分補充の予定はねえんだからな。言葉がきつい。おい、あの触手猫どものとこに飛び込もうっつったのは俺じゃねえぞ。だよな、ドラックス。どう。おい、大丈夫か、ドラックス。レイカーの言葉について考えていた。そりゃそうだよな。ニッキーのこと、それから歪んだ約束のこと、大切な人の死までもう一度見せられて。俺の家族はただ死んだのではない、殺されたのだ、サノスによって。だが今は話したくない。シン、どいてくれ。何見てんだ。やめろ、これ以上俺の船を食うな。俺のだ。シン、撃てろ。ああ、あのパネルがうまそうに見えたんだろうな。てか何のパネル。持ち主ならそれぐらい知っとけ。緊急時にドアを開くパネルだ。おい、俺がエンジニアに見えるか。見えねえ。誰でもいいから、教会のアホどもがいねえとこへ連れてってくんねえかな。私はクローク。腰抜け？普通？お前はどうだ？大丈夫か？うん。本当か？あそこでかなりひどいもんを見ただろう。私はクローク。お前の話し相手は俺じゃ務まらないかもな。けどロケットとは話した方がいい。互いに支え合うんだ。しっかりな。私はグルート。
私はグルート。仲直りなんざ必要ねえ。私はグルート。クイルが正気に戻ってあのカルトから遠く離れたとこまで連れてってくれんなら、そん時はおあいこにしてやってもいいぜ。腕一本レイカーの 10% くらいは倒したことになるかな。いいか、残りの 90% はほっとけよ。このすげえアームを分解できて楽しくねえとは言わねえが、俺はあのクソ教団にはもう近づくつもりはねえからな。気をつ…いや、ガモラ、あっち行って。あ、おいおい、様子を見に来ただけだって。さっき重い話してたろ。よかったら話さないか。励ましはいらない。よし、わかった、話はなしだ。さあ歌おう。はあ、ふざはたふざげー You feel the beat Kill your name。 この歌わかるだろ。I hold the cross in victory。 I don't want to tame you anymore style。 You won't be cage the call of the night。 ほら歌おう。 Shooting at walls of Shooting at the walls of heartache。 Bam bam。 I am the warrior。 I am the warrior。And heart to heart you win。 なあ、歌っていいだろ。確かにその歌は好き、聞き入っちゃう。で、何の話？レイカーについて聞かせてくれないか。話すことはない。腕を切り落としただろう。それしかできなかった。やつはまだニッキーのそばにいる。巧みな嘘と馬鹿げた約束であの子を操ってみんなを死者は帰らないのに。約束で誰を見た？サノスじゃなさそうだけど。誰も。あんなのただの嘘だから、私たちで止める。ああ、そのつもりだ。とにかく貨物室を真っ二つにはしないでくれよ。どういてくれる？どうだ？私はグルート。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。コスモ、ずっと連絡してたんだぞ。悪かった、ピョートル・クイル。コスモ、手足が埋まっていた。真実の宇宙協会がノーウェアに来た。おい、大丈夫なのか？今は平気だ。コスモは先に警告受けていた。しかし、連続退避室は停止だ。安全のため。ひどい日だ。お前の探偵仕事のせいで死にかけたよ。詳細はそっちで。ニエット、これはコスモより大きな話。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーはザンダーに向かい、そこでワールドマインドに指示もらえ。コスモからは連絡できない。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーが直接。おい、コスモ、なんだ？私はグルート。攻撃受けてる。貴様らがレディ・ヘルベンダーの名誉を汚した腰抜けか？ああ、最高。君は誰だ？通常なら下等生物と会話などせんが仕方あるまい。レディ・ヘルベンダーとの契約があるからな。忌まわしき下等生物よ、継承で呼ぶがいい。私はキャプテン・グローリー、リーサル・リージョンのリーダーだ。リーサル・リージョン、弱そうな名前だな。
囲まれてる。なあ、ヘルベンダーが怒ってるのはわかるけど、今それどころじゃないんだ。ノーウェアでブラッドブラザーズから逃げおおせた程度で、レディが賞金を取り下げるとでも。まあ、実に愚かな奴らだ。レディ・ヘルベンダーがよろしく言っていたぞ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。消し去ってやろうじゃねえか。いや、消えるのはお前だ。次から次へと。ええ、俺らならやれるはず。マシなチャンネルにしてくれ。攻撃されてるぞ。賞金稼ぎに追われるのも悪くないな。それだけ名が上がったってことだろ。お前と違って下調べを欠かさない主義でな。いいタイム。早く蹴りをつけないとまずい。いいから何とかして。よく喋るやつだな、キャプテン・エローリー。レディに借用書を送れば済む話かな。あのイカレ女にはリタ1万払うかよ。見せつけてやれ、クイル。俺の愛機をコケにしやがって。ああ、好きなだけ見せつける。死んでから。いちいち指図すんな、グルート。操縦できないだろ、お前。ドラックス・ザ・デストロイヤーはどこだ。5人以外の賞金が出ない。ドラックスはただいま電話に出られません。ヘルベンダー、アホ野郎は残りいくら払ったんだ。平気で十分だ。強がってんじゃねえ。仲間はもういねえってるよ。諦めるな、相棒。まだ殺されたわけじゃねえ。ガード生物はどっちだ。お前だ、ピーター。何かが来そうだよ。嘘だろ。私が直々に手を下そう。我が兵士を倒したか。だがこの船が貴様らを潰す。あんなに自慢しといて、そんなもん。どういう意味だ。なんでもない。そのとっても居心地は良さそう。職は許さん。じゃあ力を見せて。感じたか。いや、全然。ミラノは感じたみてえだ。喋り方ロケットに似てきた。俺の喋り方に文句あんのか。
で終わりとは思えない。ヘルベンダーのことは後回しだ。今はザンダーに向かわないと。行くぞ。ミラノを修理しなきゃ。ステーションに到着したらね。こっちからノバに出向くなんざ。うわ、まさに宇宙の大渋滞だ。ザンダーでこんなに船を見たのって銀河戦争の始まり以来。チャンネルを合わせてくれ。状況を知りたい。私はグルート。逃げるしか。エネルギーがもう少ない。補給が必要だ。スレアになってるんじゃ。オッケーセーブスだ。回収させられた世界の船か。難民ってことか。今すぐ停泊の許可が欲しい。頼む、応答してくれ。グルート、もういい。レスキュー船はやってきそうにないね。無視してる。おいおいおい、あのな、確かにノバは独りよがりのアホの集まりだけど、人助けが仕事だろ。そのために存在してんだろ。落ち着けロケット。とにかくワールドマインドと話せるか聞くぞ、グルート。ようこそノバ軍警察司令部。ご希望の使用言語をお知らせください。私はグルート。分かってるけど、こうすりゃスターパンツが間違ってるってみんな分かるだろ。ご用件は何でしょう。レイカーの企みを知らせなきゃ。ワールドマインドの野郎がまだ知らねえとでも。全部は知らないかもね。おい、ふざけんなよ。現在の脅威は認識しているが、戦いのリソースを避けない状況だ。早くなんか選んで、ピーター。未来の犯罪ってやつはどう。積極的行動に感謝する。しかし、銀河の破滅を前にして、未来の犯罪など全て無意味なの。約束のことを報告せねば。だな。文明の終焉が迫っているため、新たな事件の捜査を開始することはできない。私のグループ。私たちが自首したら奴らの気を引けるか。銀行サービス。うまくいくとかマジかよ。ガーデナーズ・オブ・ギャラクシー。説明を求める。いやあ、ワールドマインド、久しぶりだな。俺だよ、ピーター・クイル、スター・ロードだ。ああ、あとガーディアンズ・オブ・ギャラクシーな。追記を見てくれ。助けてほしい。罰金の件か。違う、まさかそんな。銀河を救うために。銀河は救えない、ピーター・クイル。え、約束という危険な信仰が銀河に広まっていて、触れた者は皆回収させられている。たった3サイクル足らずで。それは一隻の宇宙フリゲート艦から複数の前線基地、惑星、惑星系へと拡大していった。フラクシウス9、リゲル3、アンドロメダ銀河のうち 75.222% の範囲が失われた。コントラクシアのことは言わねえのな、あの女。女でも男でもない、意識の集合体だから。なあ、俺たちは黒幕を知ってる。目の前で実際に見たんだ。その情報を伝えに来たんだよ。これで奴らを止め。これ以上の説明は不可能。真実の宇宙協会を止めることなどできない。ほらね、集合体なんだよ。あれは機械だ。俺だって一部は機械なんだ。あれ呼ばわりすんじゃねえよ。私はグルー。けだものは怖そうだからいいんだよ。もう言いたいことはないようだな。ではここで失礼する。真実の宇宙協会の軍勢が今なおこの区域に接近している。到着する前に出発しなければならない。まさか逃げる気。難民はどうすんだよ。無防備なまま見捨てるってのか。我らの最重要目的はザンダーの文化の保存、すなわち他は優先順位が下がる。自分の星なのに見えてねえのか。ザンダーの文化なんざとっくに失われてる。文化は場所に縛られないんだ。その割にチタウリの襲撃の後、新ザンダーを同じ区域に気づいたよね。危険だと知ってて。どこへ逃げるんだ。理解してほしい。信頼できない相手にその情報を開示することはできない。最高レベルの機密ゆえ
信頼できないね。それでどのくらいの間逃げる気だ。1000年100万年必要な限り。いざ戻ってこようとしても数じゃかなわないよ。ザンダーの文化と引き換えに安全は戻らないかもな。考慮しよう。だとしても脱出はする。なぜ。理由は不明だが、業界は資源を溜め込んでいる。その影響力はあらゆるモデル要素を超越している。ならモデルをアップデートしろよ。あのような得体の知れない動力源を数式に加えることなどできない。進行エネルギーか。そうだ、非論理的にも程がある。進行エネルギーなどというあってはならないものを数式には組み込めない。教会に価値を譲るってこと。動力源を数量化できなければ反撃もできない。戦う前に勝率を計算するなんてほとんどの生き物には許されない贅沢だよ。だから失敗する。はっ、頭がボーケル並みのドラックスでも失敗なんざしね。その例えには議論の余地がある。私はグループ。おい、ボーキレってお前のことじゃないからな。我らが出発することを心よく思わないのはわかる。しかしどう思われようと、こちらの優先事項に変更はない。ありとあらゆる選択肢を考慮に入れた上で決断したことだ。データバンクを踏まなく検索したが、教会を阻止する可能性を持った事項はたった一件のみだ。それは一人の男だ。アダム・ウォード、教会最初の黄金の神。残念ながらすでに死亡している。銀河戦争の末期に。可能性ゼロかよ。我々と同じ結論に達してくれたようで満足だ。時間だ。どうやら移動準備の大部分が完了したようだ。さらばガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。ちょっと待て。ノバの伝統芸だな。いつだって頼りにならねえんだ、あいつら。私はグルート。は？冗談だろ。ノバのクソヘルプ通信が罰金払えってよ。はあ。ああ、もういい。助けてくれない連中に罰金なんか払うか。支払いを取り消す。やっぱりね。ヘルベンダーのお金をノーエアで使ったんだ。なんでそれを。見てたのか。遠くからだけど。へえ、わざわざセクナウフまで行ったのに無駄骨になったな。悪かったよな。ピーター、動き出した。私はグルー。逃げてくぞ。約束を受け入れているのだ。ジャンプだ、クイル。分かってる。アトリアーチの約束が成就する。ピーター、先に離れないと。頼む、早く。よし、行け。何も。なんで止まった。なんたらリージョンがどっかぶつけていきやがったんだ。みんな、銀河中が約束を受け入れるのも時間の問題だ。サクロサンクトがいるんだ。ここに留まってる暇はないよ。みんな身動き取れなくなってんのに進路もクソもあるかよ。奴らに見つかったら約束は自ら受け入れねばならぬ。いやー、そうだぜ。エンジンがこれじゃどの道おしまいだから。もうみんなやめろ。もういい。静かにしてくれ。考えがまとまらない。ロケット、エンジンを頼む。どうやって修理しろってんだ。診断だってまともにで。何でもいい。
だから頼む。私たちはどうすんの？知るかよ。いいか、俺だってポンポン答えが出てくるわけじゃない。わかった。悪い、俺今はダメっぽい。ちょっと休もう。ノーバのクソったれ、そもそも信用すべきじゃなかった。ああ、偉大なリーダー様。なあ、また怒鳴りに来た？おい、そうじゃない。話す気分じゃない。そのトーストを忘れてる。ガモーラ、大丈夫か？俺だってイラついてる。ワールドマインドにあんだけ真剣に掛け合ったのに。最初から聞く気なかったんだよ。マジでクソだよな。そうだね。俺は言ってやったぜ、お前らは逃げるのかよって。じゃああんたはどうすんの？俺がって？教会の船のデカさを見たろ、俺に何ができる？結局ワールドマインドと同じ。おい、父親が暴君だったせいかな。私自分のことしか考えてないリーダーには慣れてるんだ。だくなんだよ。待った、グルートが口に入れた歯ブラシだ。うえ、丸一サイクル起きてたような気分だ。なあ、どんな感じだ？見りゃわかるだろ。圧力回路がステムボルトのとこで誘拐してる。反ラチェット回路プレーナーがずれてるし、次元転移装置の後ろのセンサーノードも見えねえ。待て、マジの次元転移装置か？あ？違う、パワー転移装置だ。疲れて言い間違えるんだよ。マジかよ。おい、お嬢さん、ほらそう言って。はあ、まいったな。やってくれたな、臭い。
to reach the soul, but we flew too high. We never became one, never wondered why. I hear your voice and it's calling out my name. うわ、船だ。これ僕らの部屋。小さくない？何それ、マジ？変な髪。なんだ、何が起きてる？お前って俺か？ほら、喋るアライグマが待ってるよ。他のみんなも。ああ、そうだ、ロケットが直してくれてたんだ、あれを。ねえ、僕ら宇宙のヒーローになったんでしょ？なんで悪者から逃げてるの？いろいろとあってな。違うね、逃げるのはやめなよ。もう着陸したよ。この場所ってなんか落ち着かないな。いいから直せって俺に怒鳴った時よりか。分かったからもうよせ。あの時はどうかしてた。グルートがお前を寝かせとけって言うからさ。どんくらい寝てた？封鎖区域まで余裕で飛んでけるくらいだな。待て、どうやってここまで飛んだ？自分の船を直したかねえのか？俺のだ。そうだ、お前のだ。みんな外にいるのか？ああ、俺らを待ってる。よし、行くぜ。お寝坊さんがやっと起きた。ネズミが代わりに指揮を取っていたぞ。はいはい、知ってるよ。来るの遅すぎ。なんだ、ニッキー、なんでここにいるんだ？ここから出してくれる約束でしょ。そうだけど。ニキ！みんな、あれに取り込まれるな！みんなもう分かってる！Yeah.